リトルターンは、ブルック・ニューマン作の絵本形式の群は、作中に描かれている絵は、リサダークスの手によって描かれている。役者は、五木博之本のタイトルにもなっている、リトルターンとは、小アジサシを表す英名であり、同時に、本作の主人公となる鳥を表している。ある日、突然空を飛べなくなった、主人公の小アジサシが、その挫折を、 どのようにして切り抜けたかが書かれている。またその経験は主人公自身が語ったという形式で書かれている。2001年11月13日に集英社から第一冊が発行され、2002年4月6日までに第9冊まで発行されている。主人公であるリトルターンは海面に現れる魚の影をホバリング飛行しながらまったり仲間と一緒に暖かい。 地域へ渡ったりと、一輪の小味差しとして、とても快適な日々を送っていた。だが、ある日、突然、リトルターンは空を飛べなくなってしまう。体がどこか不調なのかと思い何度も確認したが、不調なところは、どこにも見つからなかった。そのため、リトルターンは飛ぶための信念や本性といった内面に、問題があるのではないかと結論付けた。その瞬間、 自分の生き方などすべてが消え去り、リトルターンは、喪失感に襲われた。なぜ飛ばないのかと質問する仲間に対し、独創的な言い訳を述べるリトルターン。今のリトルターンには、仲間ですらすでに、仲間とは思えなくなっていた。歳月が過ぎ、あらゆるものの変化を肌で感じながら、自問自答を繰り返すリトルターン。まだ空を飛ぶことはできなかったが、 また以前のように飛べるようになるという希望だけは捨てずにいた。果たしてリトルターンはもう一度空を自由に飛べるようになるのだろうか。ありがとうございます。